まあ、アニメとかグッズ展開とか、漫画以外のメディアと密接な関わりを持ちながら大きくなってきたのがこれセーラームーン。自分とは関係のないところで何が起こっても大丈夫なように、うん、私は自立した作家になるんだっていうのが今回のテーマなんですよ。はあ。さて、そんなわけで今回は、はい、前回に引き続いてセーラームーンの第4部解説です。今回は待ってました。イエーイ。まあ今ね、映画が絶賛公開されているセーラームーンエターナルの原作となるこの第4部ですけども、うん、今回は、ストーリーを追っていきながら細かいテーマとかを拾っていきたいと思います。はい、はい、で、まあ今回の動画の見どころっていうのが2つあります。はい、自立するセーラー戦士たち、うん、っていうのと、マモルとエリオスの共依存関係、これっていうのが一体何を表しているのかっていうのが、まあ第4部の最大の引っ張りになってるわけですね。おなるほど。はい、ドキュアパートで今回の話読んだ人、はい、偉いね、素晴らしい。本田さんは？僕はね、最近ちょっとね、グロッキーだったんでね、うん、いろいろと申し訳ないです。あ、え、よ、読めてないですダメだなこいつはもう切った方がいいかもしれんなこいつはあれだな、退去命令だな、もう管理人になるねどう思いましたか、リオヤ君、今回。いやー、エリオス編良かった、好きだな、ちびうさが可愛い。なんかすごいぼやっとしてますけど、読めばわかる、あのちびうさの初恋の感じ、うん、あ、可愛かった、おいおいしい、あれは、あれはちょっとキュンでしたね、読んでて、うん、あらじゃあ今回の第4部、はいよ、話を追っていきながら、はい、さっき言ったテーマっていうのを深掘っていきましょう。はい、はい、まず最初第一発、うさぎが高校に入学してますね。はい、はい、高校生なんだ、まだ高1だったんだって思ってね、うん、あれ君たち厨房だったら今まで、うん、そうそう、厨房で、まあ、うさぎが高校に入学しましたっていうのと、あと、はい、ちびうさが帰るって言い出すあ、はい、これが最初の引っ張りですね。で、じゃあちびうさがいよいよ帰りますってなった日に皆既日食が起こりますと。おお、はい、そしてこの皆既日食とともに現れるのがデッドムーンサーカス団ですね。きた、あれですね、皆既日食といえば太陽を月が隠してしまうと、うんうん、つまり、月が太陽からの光を遮ってしまうと、うん、で月の光っていうのは太陽光なんで、うん、はいはいはい、まあ、これをもうイコールとして月の光が消えた、うん、瞬間に封印されていた闇が襲ってくるっていう、うん、ものすごくわかりやすいですねこれね。あと、あの船がさ、シャーンって出てくるシーン、あれなんかめっちゃ見たことあんなって思ったら、あの宝石の国やな。ああ、うん、確かに、そう、あ、そうか、あ、こっから持ってきたか、うん、なるほどね、うん、宝石の国か、確かにあれ。うん。まあ、この皆既日食とともにデッドムーンサーカス団がやってくると。うん。はい。で、なんであれはと。出たら、なんと、チビウサとウサギの前に、ユニコーンがやってきます。はい。おー。はい、助けて乙女よと。はいはいはい。That's Dream。さすがユニコーン。これがドリームです。皆さん。女の子に夢よ。まあ、エリュシオンも救いたいとか、ゴールデンクリスタルが必要なんですっていうちょっと謎の言葉を残して去っていきます、うん、そうそうそう、はいはい、今回大事になるのが助けて乙女よと言ってこの二人に対して言ってることですね、うんうん、これを聞いたチビウサどう思うのかっていうと、自信がないんですねチビウサ、うん、あなたが助けを求めてるのはウサギの方なんじゃないのっていうんですね。そのいわゆるもうその大きくもないし、うさぎみたいにかっこよくもない。はい。と言って。で、まあ、ちびうさの、そのモノローグとして、私は本当はうさぎみたいになりたいのよ。っていうモノローグも入ってきます、このあたりで。おい、うん。はい。
ただこの触れてるモノローグで気になるのが、私もウサギみたいになりたい。スラッと足が長くて、うん、髪がふわふわしてて、うん、でなんか胸もふわふわしていて、女の子になりたいみたいなことを言うんですけど、うん、あの外見しかないの。容姿だけか。もうすごい気になるんですよねこれが。いやでも実に子供らしい本当に、うん。ここがやっぱり男のヒーローものと違うよなって思う。ますね、うんうんうん、なんか優しくってね、強くて頼れてみたいなのが大体は入ってくると思うんですけど、男の場合はかっこよくてっていうのは外見じゃなくて、うん、その内面だよね、やってる行動に関してかっこよくなりたいっていうんだけど、うん、あそのこのセーラームーンにおいてはなぜかやっぱそれが外見にしかいかないっていうのが、うん、俺なんかすごい面白かったですね、ここ。時はパート。ということで、ちびうさ、悩んでる状態ですと。はい。いう中で、で、悩んでるのは実はうさぎだけではありませんと。セーラー戦士も将来悩んでます。はい。はいはいはい。マジっすか。悩んでます。いわゆる敵のデッドムーンサーカス団っていうのが、サーカスを利用して人々を洗脳してると。セーラー戦士たちは突き止めるんですけど、まあ、サーカス団のいわゆる敵のそのアマゾネスカルテットっていうやつらは、いわゆるセーラー戦士が持ってるそれぞれのその本当の夢っていうものを利用して精神攻撃を仕掛けてきます。はい。悪のね。まあもちろんセーラー戦士たちそれぞれ夢がありますと。うん、はい。あのアミちゃんだったらお医者さんになりたい。レイだったら宮司になりたい。まことだったら、お嫁さんになってお店を持ちたい。みなこちゃんだったらアイドルになりたいっていう夢が、うん、はい、それぞれあるんですけど、で今回その語られているものっていうのはセーラー戦士をやりながら本当にそれができるのかしらっていう、うん、副業 OK ですかと。うち聞いてですね。あの初めてウサギ以外のセーラー戦士たちの内面に入っていくっていうのが4部ですね。そのここからもその自立っていうものをテーマにしようとしているのがひしひしとわかる。わかりますね。でじゃあそれに対してその各々のセーラー戦士たちはどういうふうに解決するのかと、どういうその納得を持ってこれを解決するのかっていうと、自らの使命を思い出して邪念を打ち払うということです。今は大変な時代だから、はい、とりあえず私が夢を追いかけるのは敵を追い払ってからよっていう。大事大事。レイとかに関してはもうすごくって本当に、うん、漫画版だと、男勝り、男なんていらないわっていうキャラクターになってるんだけど、うん、レイ、はいはいはい、あなた本当は男が欲しいんじゃないのと、セーラー戦士なんてやめて本当は男と遊びたいんじゃないのみたいなことを精神攻撃を受けるわけです、うん、はい、やらしいこと聞いてくれね。でそこに対してその、うん、レイがいや違うと、私の使命はセーラー戦士なんだと、何を迷うことがあったんだろう、私には当の昔に純血を誓った女の方がいるというのにっていう、うん、えわお、あそこ超かっこいい。かっこいいんだけど怖いんだもん。なんか文句あるみたいな感じ。なんか文句あるみたいな。その各セーラー戦士たちをその竹内先生の周りにいた人たちとか、うん、考えてしまうよ、やっぱどうしてもね。ああ、うん。本当はもうセーラームーンじゃなくて他にやりたいことがあるんじゃないですか。うん。ああ。ああ。もっと違う自分の作品作りたいんじゃないのって。あはははは。なるほど。無理やり付き合わせてんじゃないのかなっていう気持ちに対して、今は、後から好きなことはやればいいから、今はセーラームーンを作ってくださいって言ってるようにしか見えない。なるほど。まあ、っていうぐらい、もう、追い込まれてるっていうのが、はい。はい。わかりますね、このあたりからもね。まあ、本当の自分っていうのは何なんだろう。うん。っていうのを探していくのがこの第4部なんですけど、はい、セーラー戦士たちと同じようにこれはもうチビウサも抱えていますと、自分には価値がないんじゃないのかなって思い出すっていう。それなんでかっていうと、王子様のタキシード仮面も全部ウサギのもの、
テーラー戦士もウサギの仲間、うん、自分には何にもないっていう言い出すんですよ。うん、うん、エリオスが言ってる乙女っていうのも私じゃないんじゃないのかなって、うん、思い出すっていう、あのきついな、うん、まあでもこれぶっちゃけ2部でやったよね、うん、そうですねこれ2部でやったことをまた無理返してやってますね。ただその2部っていうのはこの悩みが出てくるのは結構後からになってからなんですよね。うん、話の根幹を引っ張るものではないんですけど、はい、この第4部においてはこれがほとんどの主題って言ってもいいです。ちびうさの自立っていうのが主題になってますね。なんでぶっちゃけた話をするとウサギが脇役です今回。うん、ドラゴンボールでいうとセル編です今回は。ああ、はいはい、ご飯出しやってみたいな、うん、で、まあ悩んでいるちびうさんに対してエリオスはなんと、うん、キスをしてくれます。あら、いい、いい、いいね、素晴らしい、いいね、あ、素晴らしい、はい、素晴らしい。これまあ人間になったエリオスが映ってますけど今、うん、はい、これ最初ユニコーンとキスします。はいはい、お、馬とキスしますまず最初、そう、でスーッと人間に戻っていきます、うん、これ漫画で読んでも笑ってしまいましたし、うんうん、今回の劇場版見ても笑ってしまいました強烈だなこのシーンと思ってスーッと、まあで、まあ初めてキスをしてくれるとエリオスが、その後安心しなさいと、あなたの周りに愛が溢れていますと、うん、みんなあなたのことを心配しています、だから自信を持ちなさいっていうのをキスを、初めてキスをしてくれた男が言ってくれる。はいはい、惚れてもやる。本当にその通りです。ダブルエンジンです。そうです。惚れてもこんなことされたら。はい。はい。と、まあ、ちびうさのその初恋っていうのが、めちゃめちゃ濃密に描かれてます、ね、うん。はい。はい。そんな風に励ましてくれたエリオス、うん、だったんですけど、彼にもものすごくピンチが訪れています。なんと彼は敵の大ボスであるネヘレニアっていう人の呪いをかけられていましたと。はい。で、なんとその呪いはエリオスを通じて、うん、守の体すらも蝕んでいますと。はい。おー。はい。はい。マモちゃんピンチ。マモちゃんピンチです。実はエリオスっていうのは地球を守護する聖地、エルシオンというところの祭司でしたと。で、彼の危機はエルシオンの危機と同義です。そして、うん、エリシオンの危機はイコールとして地球の危機なんで、マモルの危機に直結しますとよ。うん、一体何と。ちょっとややこしいですね。なるみたいな。カン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 。だからチャートにしてくれ、なんか。このままではネヘレニアによって地球が落ちてしまうと。だから、うん、助けてくださいって言い続けてるんですね。で、初恋の男がピンチだと。はい、それにチビウサも、じゃあ私戦うわっていう、ね。で、ウサギもマモルを、ね、助けるために私戦うわと、うんうんうん、ます。そして、セーラー戦士たちも純潔を誓っているんで戦いますという、うん、はい、なるほど、本格的ですで、ここでやっぱちょっとやっぱ面白いのが、うん、この関係だよね、やっぱり共演関係の2人っていう、うん、はい、うん、普通に考えてなんでそんな1個ダメになったら全部ダメになるみたいな、うん、思うけど俺には弱点を増やしているようにしか見えないんだが、うん、なんかよくわかんない関係なんだけど、うん、とにかくこの2人は共依存関係なんだと、うん、っていうのが、前半の話を引っ張る謎として出てきてるんですけど、うん、この関係はどう考えてもこいつらにも当てはまるよね、うん、セーラームーンの構造的にウサギっていうのはそれぞれのセーラー戦士たちの力を集めてパワーアップしてると。でセーラー戦士たちもウサギの力がないと戦うことができない、そして戦う、うん、理由もないっていう、うんうんうん、この二人の共依存関係は実はセーラームーンにも言えると、うんうん、でこれが一個ものすごく大きなテーマ、さっきも言ったけど自立っていうテーマがこの4部にはあるんですけど、この共依存関係っていうのから脱却するための自立なんだよ。うん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 。はいはいはい。まあ、夫婦で考えるとすごくわかりやすいですよね。うん。うん、うん。夫がいて、
奥さんがいて、例えばじゃあ旦那さんしか働いてません、うん、はい、奥さんは家で家事をやってますとなった時に、旦那が倒れれば奥さんも倒れてしまう、うん、はい、そして同時に奥さんが倒れてしまっても旦那さんは生活ができないっていう、うん、はい、ちょっと昔のちょっと昔っぽい家だけど、家事も何もできないと、うん、家のこと何もやれない、子育てもできないってなった時に、どっちか一方が倒れてしまうとどっちも倒れてしまうと、うん、それじゃダメなんだって言って、はい、どっちかが倒れても起き上がってこれるように一人でもっていうの、その自立するっていうテーマに合わせてこれを使ってますね。うん、で、まあ、竹内さんがなんでこのテーマを書いたのかっていうのはもうちょっと後になって話します。うんうんうん、じゃあ、共依存関係からの脱出をしたいから、はい、自立する、セーラー戦士たちっていうのを書くと、うんうん、でそのために使ったモチーフがあります。この鏡ですね、うん、この4部は鏡の前の自分に話しかけるっていうシーンがものすごく多いです、うん、ですね、まあこれ映画とかでもよくありますよね。ありますね。まあタランティーノ映画とかにも結構入ってますよね。僕好きなんですけど、うんうんうん、でまあ僕もあの大学生の時にいろいろ映画制作してたんですけど、うん、手伝った作品の中に自分自身の心の闇と戦うっていうなんかファイトクラブみたいな映画を撮ってるお、うん、でその決着のつけ方がラップバトルっていう、おお、自分の影となる存在のやつとラップバトルをするっていう、いいじゃない、すごい面白い映画なんだけど、その主人公がいざラップバトルに戦いに行く前に、うん、鏡に向かってラップを言います、うん、いつからだって臆病になったみたいなことをするっていうシーンが入っててなかなか僕うまいなと思って感心したんですけど、うん、そんな感じでそのいわゆる自分自身との対話っていうのをするときにこの鏡っていうのは使われるんですけど、いわゆる本心の確認だよね。はいはいはい。本当はどうしたいんだお前はっていう、そのセーラー戦士たちのその葛藤っていう部分においても、その夢を諦めることができない、なんだけど今あなたはどうしたいのって聞いたときに、聞くときにウサギを助けたいっていう風に、うんうんうん、最終的な着地で持っていくために鏡っていうモチーフを使ってます。うんうんうん、そんな感じでね、あのエリオスとマモルがやばいよと、うん、ゴール地球がやばいよとなっている時だったんですけど、彼女たちも同様に悩んでいました。うん、あ、まあ、第3部が終わった後、赤ん坊に転生したホタルを連れてウサギたちの前から姿を消したと、うん、そして幸せに一緒に生活していたんですけど、うん、彼女たちも皆既日食の日に何かを察知しました、うん、はい、察知して変身しようとしたんだけど、使命を終えているため変身ができないと、うん、はい、でこのままもう待ってるしかないのかと、ホタルを育てながら待つしかないのか私たちはと、うん、ただもう一個やっぱりこの人たちが悩んでる、ウサギを助けに行きたいっていう気持ちと、もう一個、うん、このまま幸せに暮らしていたいっていう気持ち、この間で揺れてるんですね、うんうん、この人たちっていうのはその思いでせめぎ合っていた、うん、中で彼女が覚醒します。はい、来ました。来ました、ホタルちゃん。赤ん坊から半年間で十何歳に成長したホタルちゃん。は、う、ぁ、ん、急成長、うん。で、迷っている三人に対して、何度生まれ変わっても、私たちは誰のために生きるか決まっているのって言うんです。うん。おぉ、うん。すごくないこれ。なんかアニソンの歌詞のサビみたいですね。このまま幸せな生活を続けたい、でもウサギも助けに行きたい、どうしようどうしようどうしようって悩んだ時に、ウサギを助けるっていう選択を取るように背中を押してるんです、明らかに、うんうん、いやいやいや、お前の使命なんだよと、ウサギを助けることだろうと、このまま幸せに暮らすことじゃなくて、ウサギを助けるのが私たちの使命、それは何度生まれ変わってもそうなのよっていう、なんかなかなか恐ろしいこと言ってますね、これね。すごいね。ほぼ呪いに近い。呪いだよね、これも。と、まあ、この言葉を受けて、ウラヌス、うん、ネプチューン、プルート、うん、サタンは覚醒して、ウサギたちのことを歌いますと。うん、はい。
まあそんな感じでついに集結したセーラー戦士たち。はい。で、この頃になると、もう、守の受けた呪いっていうのが、ついにウサギにまで転移してしまってます。はい。で、守は、そのウサギにあまり心配はかけたくないと。俺のことは構わずに、使命を果たしてほしいと。うん。思って、そのウサギを突っぱねるんですけど、ウサギの方は逆に、うん、いや、私はあなたと共に使命を果たしたいの。という、まあ、すれ違いが起きてますね。うん。はい。この頃になると、もうネヘレニアの計画も最終段階ですと。で、ネヘレニアは、ウサギと、守の呪いをさらに強めて、うん、二人の真相真理の世界に今度は入っていきます。で、その中で彼女たちが何に揺れてるのかっていうと、夢と使命の間で揺れてるんですね。はい、ちょっとわかりにくいんですけど、うん、どういうことなのかっていうと、夢を夢のままで終わらせないっていうことです。うん、ほう。抱いた夢っていうのを現実にしていく過程に入ってます、この頃から。ほう。ああ。わかりますかね。竹内さんに例えるとすごくわかりやすくって、これ。うん。なんとなくね、ぼやっと漫画家になりたいなってずっと思い続けて、うん、なんとなく絵を描いてた。じゃあ、いよいよ本当になるかと。うん。なった時に、私はどういう努力をしなきゃいけないんだっていうタームですね、この頃。ああ。なるほど。今までは夢を信じなさいと。自分の可能性を信じなさいってずっと言い続けてるんだけど、このセーラームって、うん。この4部の頃からは、じゃあ、もう一個先に進みましょう。うんうんうん、夢を現実にするためにはどうしなきゃいけないのかっていうのがこの頃からの多分ですね、うん、おそしてウサギたちは私たちの夢はマモちゃんと二人でこの星を守っていくことだよねっていうふうに確認をすると、うんうん、つまりもうここで私の夢はこれだって決めるんですよもう、うんうんうん、ここに向かって全力疾走ですよと決意を固めるということなんですね。おだからそのためにあいつを倒さなきゃいけない。ネヘレニアを倒さなきゃいけないね。すれ違ってる場合じゃないねっていうことなんですよ。これ、まあさっき今、その竹内さんの漫画家の話に例えましたけど、これどういうことなのかっていうと、これです。ああ。あらあらららら。ここでヒデが。逃げちゃダメだ、です。自分の夢っていうものを決めたんだったら、そこから逃げちゃダメだっていうんですね。うん。努力を忘れてはいけないと。ほう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 。そして、逃げちゃダメだ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 やります僕が乗ります。で、二人で駅があって言った瞬間に、ゴールデンクリスタルが目覚めますと。なんでこんなに分かりにくいかというと、二人のキャラクターに分裂してるから分かりにくいんだ。はあ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 。これを守るとウサギでやってるから分かりにくいんですよ、今回。もう二人を、同じ人物を捉えていいです、今回は。はいはいはい。ウサギとマモルはもうほとんど同じ人物だと思っていいです、これは。つまり、すれ違ってた二人の意見が合わさった瞬間っていうのは、うん、自分一人の心の中で決意が固まった瞬間だと思ってください。おー。はい、だから、これからも自立っていうのをテーマにしてるのがわかるんですよ。おー、はい。なるほど。なぜか、これを二人でやってるんで、ものすごくわかりにくいんです。確かになんで二人にしたっていう、はい。で、これが分かりにくいせいで、ちびうさの方に焦点が向いちゃうんですよ、この話。うん、うん、うん。はい。まあ、そんな感じで悪夢を振り切って、まあ、エリオスを救うために、エリュションに向かうと。うん、うん。でそこで、ネヘレニアの正体を知ると。うん、うん。それっていうのは、セーラームーンたちの前世。うん。の頃に、いわゆる月の光のパワーに吸い寄せられた闇の力だと。うん、で、セラムーンの母親は、それを封印したんだと。問答無用で、うん。はい。で、封印されている間、地球を我が物にするため、エルシオに向かってずっと呪いをかけ続けてたと。うん、そして、皆既日食の日にそれが全て爆発して、うん、私はここに権限したと、うん、いうわけですね。非常に薄いですね。薄いですね。去りなさい！ところの、クイーンベリルの方がまだ、深みがありましたね、うん。で、もうこれはしょうがないです。もうね、敵側にね、中身がないのはしょうがない。これなんでかっていうと、もう、うん、ほとんど内乱の話だからです。はい。セーラー戦士たちの決意、ずっといつまでもいつまでもこんな感じで戦っていけたらいいね、みたいな。うん。そういう夢を、本当に現実にするために戦ってるんで、今回は敵に対してね、うん、付き合ってる暇がないんですよ。ああ。
はいはい、かまってられねえよ。かまってられないんですよ。なるほど。で、まあ、その長い時間蓄えられてきて闇の力っていうものを受けて、うん、大ピンチに陥ると。そこで、最後の力を振り絞って、彼女たちは新しい力を覚醒させる。うん。うん、それが、セーラーパワーガーディアン。はい。おお、そうやってますね。はい。覚醒して、なんと、おのおのがプリンセスへと覚醒する。うん。一国以上の主になる。はい。今回になりますね。出世。はい、出世です。ここに来て、さっき言ってた共依存関係からの脱出っていうのが図られてるんですね。うんうん、ああ。まあ、いわゆる今までは関連会社だったんですよ。うん。はいはいはい。セーラームーンっていう親会社があったら、はい。はい。それに従事するための、マーズ。はい。マーキュリー。はい。そして、海外支部、海外支部の、海外支部。だからセーラームーンが、セーラームーン、株式会社セーラームーンが全部崩れてしまったら、その他の会社も全部崩れると。はい。はい。トヨタみたいですよね。そうですね。全くその通りです。はい、トヨタです。非常に分かりやすい。タイミングした愛知県民の何割かが失業しますよ、マジで。はい。まあそういうことですね。で、それに対して、独立しろと。はい。ベンチャーだと。独立して起業しろと。はいはいはい。いるわけですね。これが一国一城のあるち、いわゆる一人のプリンセスとして覚醒すると、うん。で、プリンセスへと覚醒したみんなの力を集めることによって、エターナルセーラームーンになるんですね。おー、かっこいい。かっこいいね。キリッとしてるね、なんか。歌舞伎です、また。歌舞伎ですね。カラーリングがね。まあ、ここはもう伝統芸能ですね。もう、どの部も毎回一緒です、このあたりの展開は。はい。はい、俺もう劇場でよーって言ってやろうかと思ったの。で、まあこのエターナルセーラームーンがネヘレニアを倒してよかったよかったって話でした。うん。はい。うーん。まあ一応あと残した伏線として、うん。この二人の関係がありましたね。はい。おー、はい。いいですね。ネヘレニアを倒したことによってチビウサと、エリオツは結ばれましたと。はい。はい。が私がちゃんとプリンセスになった時ま、なったら一緒に地球を守ろうねって言って、うん、まあ、いわゆるウサギとマンモルの関係、うん、になろうねっていうんですね。あと新しいセーラー選手も出てきたよね。その通り。あ、何これ出たね、出たね。実はデッドムーンサーカス団の敵であったアマゾネスカルテットっていうのは、うんうん、実はネヘレニアに連れ去られたセーラー戦士たちだったんだと、うん。はい。うん。で、本当はセーラー戦士に覚醒するはずだったのに、うん、ネヘレニアによって洗脳されてたんだと。うん。言うんですね。で、で、ここからも、その、自立っていうものをテーマにしようとしてるのがわかるんですよ。うん、うん。ああ。なんでかって、それは何かというと、親子の問題です。洗脳教育ですね。ああ。ああ。で、これはチビウサでもやってます。うん。守るから。はいはいはい。で、ウサギの方もそうなんだよ。前世の母親のやらかしを清算されてるわけだから。うん。うん。そこから、それを付けを払って、親から脱出するっていう、うん。つまり、いろんな形で自立を書いてるのが、この4です。うん。ドキュアパート。じゃあ、この第4部、なぜこの自立っていうものをテーマにしたのかっていうと、冒頭でも、これが見どころですって言ったけど、うん、この2人の関係。はい。はい。この二人は共依存の関係なんじゃないのかと。うん。うん。で、セーラー戦士も同様じゃないかっていうふうにお話したんですけど、うん。これは、セーラームーンの脆さでもある。ほう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 。このセーラームーンの脆さっていうのは何を言ってるのかというと、現実世界のセーラームーン、セーラームーンプロジェクトの脆さ自体を指してる。おお。どういうことかっていうと、まあ、アニメとかグッズ展開とか、漫画以外のメディアと密接な関わりを持ちながら大きくなってきたのがこれセーラームーン。うん。ああ。じゃあ、アニメの視聴率が悪くなったら漫画も終わっちゃう。うん。グッズの売り上げが悪かったら終わっちゃう。うん。っていうことで、竹内さんとはあんまり関係がないところ、とか売り上げっていうのが大事になってきている。ああ。だから、エリオスと、マモルの関係っていうのは、そのまんま、セーラームーン、いわゆる自分と
漫画とアニメのセーラームーン、うん、っていう関係と全く一緒です。おー、なるほど、なるほど、あーそう、はい、でもうその構造が持つ弱点っていうのに気づいて、うん、ほうほうほう、そこに目を向けていくと、はい、で自分がその自分とは関係のないところで何が起こっても大丈夫なように、うん、私は自立した作家になるんだっていうのが今回のテーマなんですよ。はあ、はあ、なるほどね。なるほど。すごい。セーラームーンが終わったとしても新作を書けるような大人になるんだっていう。うん、もう漫画家は夢じゃない、現実なんだっていう。うん、あ、はいはいはい、そういうことか。私は現実に今漫画家なんだっていうところですよね。覚悟の物語だ。そうです。はあ。これがあるんですよね、明らかに。で、根拠として、竹内さんがなぜそういうふうなものに目を向けていこうと思ったのかっていう事実があるんだけど、うん、はい、これはね、僕、テレビ朝日系列のテレビ局に勤めてたことがあるんで、はい、まあ、僕知ってる、伝え聞いてるものなんですけど、はいはい、放送していたテレビ朝日の都合で、はい、この頃ぐらいから制作費がかなり削減されてるんですね。あ、そうなんですね。タイムラグですね。はい。で、それなんでかっていうと、テレビ朝日がネット局を増やしたからです。あ、ネット局って、まあ、わかりますかね。いわゆるテレビ朝日が、いわゆる本社だとしたら、うん、名古屋で言うと、メーテレ。メーテレですね。メーテルはネット局って言うんですよ、あれは。はい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 。独立したテレビ局でもあるんだけど、ゴールデンとかになったら、全国ネットが流れてくるじゃないですか。はい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 。あれは東京から送られてきた電波を、名古屋のメーテルでキャッチして、それを各家庭に届けてるんですよ。うん、はいはいはい、すごい。なんで、そのネット局増加っていうのは、各地方にテレビ朝日系列のテレビ局をいっぱい作ってたこと。これ92、3年あたりから95年までですごい作ってます。で、僕が勤めてた山口朝日放送っていうのも95年か4年かに作られてます。で、セーラームーンが全国に広まったあの一応のきっかけっていうのもそれです。だって全国ネットで流れるんですから。同時期にやってたスラムダンクも一緒ですね。セーラームーンの、あれですよ、セーラームーンが終わった後すぐスラムダンクが始まるっていうタイムスケジュールですからね、その時。あ、そうなんですか。で、それでネット局を増加したためにお金がかかるわけですよ。うん、ですよね。そしたら制作費が削減されるんですね。うん。で、その捻出のため、削減された制作費を、なんとか補填するために、休まなきゃいけない放送を。うん。はい。そして、なんと、これも、まあ、話を聞いてたんだけど、後番組のスラムダンクのストック確保のために、セーラームーンも一緒に休むっていうこともあるんです。あら。いわゆる、30分番組が2つ。うん、はい。いわゆるバラエティ1個の番組として捉えられてるんですよ。テレビ局。例えば、ま、7時から始まりますってなった時に、はい、セーラームーンが7時から、スラムダンクが7時半から、はい。なった時に、スラムダンクだけ休むことは絶対できないんですよ。おぉ。7時半から番組始めることは絶対できないんですよ。なんでかというと、他のテレビ局は7時から番組始めているからです。おぉ。視聴率が取れないんですよ、その分。ほう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 。頭から見てもらわないとしょうがないんで。おお。ああ。スラムダンク休んだら、セーラームも絶対に休まなきゃいけないんですよ。おお。で、そんなことを続けていたら、話数がどん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 削減されていって、うん、いわゆる野球中継とか、はいはいはい。の中継とかが増えてくると。そうなると、ファンは、やる気あんのかって思うわけですよ。うん、確かにね。そうですね。そして、セーラームーン、っていうブランドに対して不信感を持つ。でもこれは竹内さんのせいじゃないよね。うん、そうですね。全く関係ないよね、これ竹内さんね。うん、はい、完全大人の事情ですから、ね。はい。
完全にテレビ朝日の都合です、これは。で、まあ、結果、この第4部あたりから視聴率がどんどん落ちます。うん、あ、そうなんだ。ああ、そうなんですね。そうですね。休みがちうん、裏番組の、あの、筋肉番付に押され始めたらしいです。あらら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 。なんか、当時っぽいな、なんか。時代っすね。っていうね、感じで、その、全く自分とは関係のないところで、セーラームーンのプロ株が落ちていると。うん、うん。でも、それで共倒れるわけにいかない。私も。うん、はい。だから自立した作家になるっていう、自立するっていうのが今回テーマなんですよ。なるほど。どうでしたか。自分のコントロールできないところで作品がどうのこうなるのが一番辛いからね。うん。ああ。うん。キャラクターが一人走りするってわけじゃないですもんね。別の自分の意思じゃない、そうそうそう、何かの力で一気にバーって全然違うことしちゃってるわ。そう。すごいな、作家としては辛いとですね。辛いと思いますね、このあたりは。作品が一人歩きしてると、うん、はい、コントロールが効かなくなってきているっていうのが、竹内先生の手を離れ始めるウサギっていうので、うんうん、もうあのなんとなく距離感が現れてる。うんうん、ああ。で、なんかあれ本当に竹内さんもうウサギからウサギとすごい距離が離れたのかなと思うことが。うんうん、思うことがあって、この最後のエターナルセーラームーンなんですけど、うん、顔が違うんですね。うん、あ、目の部分が上までちゃんと丸って書かれてるんですよ、ウサギって絶対に、うんはい、うん、なんですけど、このエターナルセーラームーンになってから、あのウラヌスとかに近い目になってますね。うん、キリッとしてらっしゃる。うん、キリッとしてらっしゃる。で、ウラヌスって何かっていうと、自分ではコントロール効かないものの象徴だからね、あれは。外部戦士なんだから。アニメスタッフ、ね、確かに。前話してないですか。はい。だから、もうセーラームーン自体が、ウサギ自身が手の届かないところにあるっていう。で、もう一個あるのが、一人称ですね。うん。あの、ウサギ。私だって。私って言わないんですよ、自分のこと。うん。私って言うんですよ。うん。はい。私からこの最後のセリフになると私に変わってるんですね。うんうん、おお。で、どうぞ胸の中の星を光り続けて私に力をっていう受け身なんですよ、この言葉自体が。うん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 、つまりもう能動的にセーラームーンを動かすことができないっていうこと、うんうんうん、ああ。っていう、まあなんかもう竹内先生自身の心の距離感っていうのがすごい現れてるセリフだなと思いましたね。おー、うん、おー。っていうね、まあだんだんとこうなっていきますよ。竹内先生。まあ、いや、面白くなってきたなと思いますね。うん、だいぶ来てますね、だいぶ。はい、だいぶ来てますね、竹内先生。うん、僕もね、やっぱ胸の星を光らせて、皆さんに最後伝えたいメッセージがあります。お、はい、え、どうした。グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。